ネクストを狩る傭兵は低俗な政治的駆け引きにより生まれたのだ。古い戦士、政治的な利用価値しかない非力なネクスト。この時はまだ誰もがそう思っていた。私を含めて。目標を確認。輸送車両による陸送中です。焦らずに目標を引きつけ奇襲してください。目標、作戦エリア内。バルバロイ、すでに起動しています。そんな、気づかれていた。なぜ。お願い、生き残って。バルイがまだ死ねんの、貴様らのせいでな。こちらホワイト、リンクス、ジョシュアオブライト、救援に向かう。持ちこたえてくれ。消えろ消えろ消えろ。落ちろ。もらった。理にかなった動き。侮れ。あがく運命を受け入れろ。死ねるか。されている。終わらせる。守るべき故郷のために戦い続けて、本当に強い人。昔、そして今。バルバロイの撃破はアナトリアの傭兵の価値を一気に押し上げた。だが我々が単純な成功を享受する一方で、パックスには深刻な対立の火種が生じていた。私はそれをアナトリアのチャンスだと考えていた。敵ネクスト機体を確認。テクノクラウドのナンバー25、ボリスビッチです。機体名はバガモール。高威力のロケットに注意が必要です。相手にせず目標破壊を優先しても構いません。判断はあなたに任せます。無理はしないで。離しろ。くそ、我が輩ともあろうものが。敵ネクスト、バガモール撃破を確認。無事でよかった。
これはネクスト、オーバードブーストです。早い、迎撃準備してください。来ます。面白い素材と聞いて期待する。敵機体判明しました。イクバールの魔術師サーダナです。最高クラスのリンクスです。心してください。お願い、無事に戻って。いいぞ、冴えてきた。こうなるか。新しい光るな。レナードとその盟友たるアクアビットは全てのネクスト戦力と危険な巨大兵器を投入し、予告なく大規模な同時奇襲作戦を敢行する。リンクス戦争、オーメル陣営の切り札となったのがアスピナの傭兵ジョシュア・オブライエンとあの男だった。この戦争における二人はまさに圧倒的だ。時に味方である私でさえ不安と恐怖を抱くほどに。目
標撃破。残り1機です。敵援軍、これはネクスト2機。捉えたわ。あれはあなたのジン、行くわよ。敵ネクストヘリックス2撃破。旧 BFF ヘリックス1およびヘリックス2です。属性の組み合わせではありません。連携に注意してください。ジン、クソ。私を勝つ。敵ネクストヘリックス1撃破。やっぱりダメか。あの子が勝てないのに私が勝てるわけ。アナトリアの傭兵か。できると聞いている。目標確認。ネクストオルレアです。撃破してください。レイ、侮れないまで。なるほど、できる。面白い。は関係ない。最後のタブ、誇ってくれ。それがタブ家だ。オルレア、沈黙しました。作戦は成功です。お疲れ様でした。帰還してください。味方機反応ありません。全滅。そんな、4対1よ。作戦放棄を提案します。すぐに離脱して。作戦続行する。敵も無傷ではない。君ならやれる。幸運を。敵増援確認。アナトリアの傭兵だ。アナトリア、ああ、例の時代遅れか。戦場、こういうものだ。これは匹敵するか。限界近くです。どうなってんだ。おい、クソが。俺のせいかよ。なるほど、強い。敵ネクストレッドキャップ撃破。敵ネクストラフカット撃破。できて。敵ネクストヒラリエス撃破。あなたを信じて帰ってきて。当ててくるか。良い戦士だ。単勝だが別の形で出会いたかった。敵ネクスト全滅。作戦成功だ。そこが知れないな。君は帰還してくれ。彼女も待って。レイレナー、アクアビットは共に倒れた。最悪の戦争は終わり、汚染された世界が残った。企業は崩壊した秩序の回復に追われ、戦争をする余裕などないように見えた。アナトリアはすでに十分な報酬を得ていた。彼女はあの男に休息を求め、私はそれを了承した。甘かったといえばそれまでだ。都合の良い恐怖は世界の常であるというのに。アナトリアに接近中の所属不明機体を確認。あれは、なぜあの機体が。来てはダメ。何かおかしいわ。遅かったな。
言葉は不要か。聞こえる？ありがとう。Thank you.
彼女はあの男を連れてアナトリアを去った。私には彼らを止める権利も言葉もなかった。これ以上はやめておこう。それは私の語るべき物語ではない。